アメリカのブリンケン国務長官は17日、国連の安全保障理事会で今月末までに WHO 世界保健機関に2億ドル、およそ210億円を拠出すると発表しました。トランプ前政権では WHO の新型コロナへの対応が中国寄りだとして批判し、資金の拠出を停止しましたが、その方針を覆した格好です。ブリンケン国務長官は WHO 加盟国として財政的義務を果たす重要な一歩だと強調しました。